集会ボリューム19、女川原発再稼働を阻む硫化水素問題、その2決定版、虚偽説明と詭弁頼みの有毒ガス防護を始めさせていただきます。この問題は、硫化水素の漏洩の問題がですね、2021年に、起こったわけですが、その後、いろんな追及をしたんですが、一応電力とですね、あと規制委員会にも、私たち宮城から規制庁の方まで、交渉しに行った経緯があります。で、その後、この問題、うやむやになっていたわけですが、今日の講師の仙台原子力問題研究グループの石川さんが、足掛け2年、この問題をずっと追いかけ続けてきました。で、この問題に関しては、もう日本で、唯一というか、最大の理解者であると思いますので、この学習会に参加された方は非常に幸運だと思います。ぜひ、この問題、なかなか難しい面もありますが、最後まで聞いていただいて、ぜひ、女川原発再稼働の止める一つの要素として、ぜひ心に留めていただければと思います。遅くなりましたけども、女川原発2号機につきましては、来年5月再稼働が予定されています。いろんな形で、今回この参加されている方は、これをよろしくない、止めたいと思っている方が多いと思いますが、いろんな形で今後も運動を続けていきたいと思います。今日の学習会がその一端となるよう願っております。では、石川さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。仙台原子力問題研究グループの石川です。今日の、学習会ですけれども、この間、一昨年に硫化水素の漏洩事故が起こって以来、おかしいな、電力のいろいろ発表する資料があるんですけれども、そこがあまりにもその非科学的だというか、全然こっちが納得できないものばっかり出てきたもんですから、それでその辺の実態を、なんとか解明したいと思ってやってきました。で、一昨年にも学習会を行いましたけれども、それ以降また新しくいろいろと分かったことがありますので、その辺を中心に今日は解説していきたいと思います。それで、この表題見ると、チラシの表題と少し違ってまして、こちらも今、気づいたんですが、お手元の資料で、今日ちょっと発表する中身、よくよく見て、ちょっと一部訂正がありましたので、12ページの、資料の上のやつなんですけれども、この12ページの上の、図が一部、数値が間違っている部分がありましたので、後で、こちらの方で、パワポの方では訂正いたしますけれども、この12ページの上の部分がちょっと違ってるというのと、それから18ページ、やっぱり18ページの上のこの枠がゴミの部分、ちょっと付け加えた部分が後で一行出てきますので、またその時にちょっと説明しますけれども、その部分がちょっと実際のこの今日のパワポとは変わってます。これをご注意ください。早速始めたいと思います。じゃあ、今回、東北電力が解けなかった問題ということで、この700という数字と434の2倍、どっちが大きいかっていうのは、東北電力解けなかったわけですけれども、これは当然、432の2倍は868ですんで、こちらの数字の方が大きいわけですよね。これが、東北電力はちょっと解けなかった。近いそれで、二酸化炭素、先ほどの、ここの歌詞なんですけれども、二酸化炭素を吐き出して呼吸しているというのがあるんですけれども、
まあ、そういうので、まあ、二酸化炭素っていうのは、比重が1.、まあ、529とか、空気1の比に対して重たいわけですね。で、そういうものが重たい空気っていうか、二酸化炭素が、を人が吐き出したらば、じゃあ、近くにいる人っていうのは、なんか二酸化炭素の悪影響を受けるのかということもあると思いますけれども、まあ、そういうことは絶対ないわけですよね。まあ、これは今日の話の中で明らかにしてきますけれど。で、この2号機の有毒ガス、防護の、まあ、経緯ということで、まあ、有毒ガス防護については、21年の12月16日に申請をしています。で、これは以前の、まあ、震災後に、女川の再稼働を申請したわけですけれども、それが、2020年に合格なってるわけですけれども、その震災後、震災後、早々と、2013年に申請したわけですけれども、その時以来の、申請になってます。で、それが、去年の6月には、規制委の方で合格ということで、まあ、これでじゃあ、この有毒ガス防護の問題は一件落着したのかということなんですけれども、で、これがその時の、まあ、東部電力のお知らせです。申請の本文ではありませんけれども、お知らせの中で、まあ、今回なぜ申請したかっていうと、その有毒ガス防護にかかる、まあ、規制委員会の、規制の一部が変わった。で、それがあるので、出しましたというふうになってます。で、これが先ほど言ったように、久しぶりの申請だったわけですね。で、そういうふうに設置許可変更申請を、まあ、有毒ガス防護っていう特定のものについて行わざるを得なかった。じゃあ、それは実際どういう内容を持っているのか、それから、まあ、それによって法的要求はどういうものがあるのか、で、それに対する電力の申請内容の実態は、で、規制委員会の審査基準というのはどうなっているかというのを見ていきたいと思います。で、これは規制委員会の資料ですけれども、バックフィットの考え方としては、まあ、原発の安全の追求に終わりはない。で、継続的な安全性向上が大事なんだ。そのためには普段の努力が必要なんだと。で、その継続的な安全性向上のためには、その最新の知見を踏まえて、で、常に新たな知見を収集して、で、その新たな知見が必要だと判断した場合には、躊躇なく規制に反映するというふうに、まあ、これは規制委員会自らが言ってるわけですね。で、その新たな規制を既存の施設にも適用する。まあ、これが一番その震災後、福島事故後の、規制委員会の、バックフィットという考え方の基本になるわけです。で、その経緯ですけれども、で、これは主に原子炉制御室、中央制御室ですね、運転員が実際操作するところですけれども、そこの安全性、まあ、それが居住性的になるんですけれども、その確保のためには有毒ガスの対策が必要だ。で、通常の産業施設の場合には当然有毒ガスが出たっていうと、それは速やかに対処すれば、それで被害がなくなるわけですね。ところが、まあ、原発の場合ではそれに対比すると、運転制御ができなくなりますんで、その避難せずにそこで必要な対処をしなきゃならない。で、そういうふうにとどまることを前提にした防護対策が講じられなければならない。ここが一般の産業施設の原発の違いですよね。で、そういうふうに運転員が有毒ガス発生した場合、
必要な操作を行えるように、まあ、当然そのための必要な設備を求めることを規定するということで。で、まず一つは有毒ガスが発生した場合、もしくは到達した場合の検出という、その検出するための装置というのを設置しなさいと、こういうことを要求しているわけです。まずは有毒ガスが発生している、それの検出ですね。で、それに対して、次として、その発生とか到達を検出したらば、それを警報、分かるように警報を発する装置の設置をしなさいという、2つの検出装置と警報装置の2つの装置の設置を求めているわけです。まあ、それをまとめると、まあ、こちらまあ、2つに分かれてますけども、これは制御室と、から緊急時対策所、まあ、原発を運転する場合、まあ、2箇所の施設がありますけれども、まあ、主に制御室を見てみればいいんですけれども、まあ、その検出の、検出するための装置と、から警報するための装置を設けることっていうのが、規制基準に入っているわけですね。というところは、先ほど言ったように、2021年の12月に申請をしているわけですけれども、これはその前の7月に、その硫化水素が流出して漏水事故が女川原発で発生したわけです。まあ、この時には7名体調不良者が発生しましたけれども、まあ、幸いに死者とかはいなかったわけですけれども。で、その硫化水素の発生源というのは1号機の廃棄物処理建屋です。まあ、この事故自体はその2号機の制御建屋内の事故ですけれども、その硫化水素の発生源は1号機。で、その空気注入とか攪拌作業によって1号機から2号機に、まあ、流出していったということが、それで2号機の方で被害が出たというふうになります。で、それに対して、東北電力は、これは、12日の次の13日の速報ですけれども、この説明では、原発の安全性に影響を与えるものではないというふうに言ったわけですね。で、先ほどの12月16日の申請っていうのは、その7月12日の労災事故の後だと、普通に考えれば、じゃあその労災事故を、こう反映させて、申請をきちんとしたのかなと思うわけですね。このその中身っていうのは、今回の申請にあたって、最終的には新たな設備の設置および施設設備の変更はありません。まあ、設備面では何も変更はないですよというふうに、それに基づいての申請なわけですね。まあ、何も設備変更しないんですから楽なわけです。で、それに至ったのでは、その影響評価をいろいろ有毒ガスに発生した場合の影響評価を行って、その設備がなくても大丈夫だというふうに結論付けましたというふうに説明してるわけですね。で、そうすると、まあ、時系列としては、その申請12月、まあ、規制委員会の許可6月、で、それに先立つ、7月に、この労災事故があって、で、その後、東北電力も、一応、労災ですから、石巻の労基署とかがいろいろ、調査っていうのを、されたりしたわけですけれども、それで、まあ、11月5日の段階で、報告書を公表しています。で、まあ、それによって、まあ、事故の原因究明とか教訓化ができたというのを前提に、この申請をしたのかなと。で、まあ、そういうふうに、その結果、結局、新しい設備の設置はなしということで、先ほど言った検出装置、警報装置の、あの、新たな設置
なしという状況で、で、規制委員の方も OK を出している。で、これは、先ほどの申請の時のお知らせですけれども、今回の申請っていうのは、まず、ちょっとこちらの後の方に行く前に、ここでまず予期せず有毒ガスが発生した場合の手順はちゃんと整備してますよ。で、これは実際7.12の事故で硫化水素が発生してるわけですよね。で、何にも対策を講じないっていうのは、まあさすがにまずいと思って、その予期せず発生するガスとして、まあ、対策は講じますよと。で、いろいろ影響評価を行って、影響がないことを確認して、それで設備の変更はなしということにしました。まあ、そういうふうに、で、その中でここに、有毒ガス防護にかかる影響評価ガイドに基づき、まあ、そういうふうな結論というか、に至ったということを言っています。じゃあ、まあ、本当に、ガイドに基づいて、影響評価を行って、影響ないことを確認しているというふうに言ってるわけですけれども、その内実はどうなのか。で、まず、その妥当性の判断では、先ほど言ったように、ガイドに基づいて行っています。で、敷地内。まあ、これはちょっと、内の方に書いてますけれども、スクリーニング評価というものを行って、で、対象発生源、まあ、硫化水素を発生するのがないということを、きちんと調査したので、それでこの影響評価というのはやってないというふうに言ってるんですね。その先ほどは影響評価をした結果、うんたらかんたらってありますけれども、実際には影響評価はしなかった。で、そのスクリーニング評価の結果、影響評価の結果は何もなし。で、スクリーニング評価の結果、実際に対象発生源、硫化水素を出すようなものっていうのはないから、そういう対策っていうのを実施していない。何もしてない。で、これはその結果、規制委員会が去年の6月に審査書合格を出したわけですけれども、まあ、その中で、まあ、規制委員会自体もやはりガイドを参照した。このガイドっていうのは先ほどの有毒ガス防護にかかる影響評価ガイドです。それを参照して合格を出しましたよ。で、同じように東北電力もそのガイドを参照して申請をしてきたと。だから両者、東北電力もそうやって申請して、ガイドを参照に申請して、で、規制委員会の方もガイドを参照して判断した。で、その結果、まあ、固定源。これは、まあ、施設、タンクが実際に固定されている場合とかですね。稼働源っていうのは、タンクローリーとか、そういう、こう、動く車両とかが主ですけれども、そういうもの、両方、固定されている施設でも、そういうタンクローリーとか動くものに対してもそれぞれ影響評価をやったというふうに、まあ、言ってるんですね。で、その結果、で、有毒ガス防護に対して防護できる設計になっていましたと。で、ただし、その予期せぬ有毒ガス防護っていうのも、唯一定めてますから、万が一、硫化水素が発生した場合は、まあ、これで十分対応できますよ。で、規制委員会としては、本申請の内容を確認した結果、基準に適合しているものと判断したと。
ということで、合格を出したわけですね。もうあっさりと、もう電力の言う通りに、こう、認めたわけです。で、これも規制委員の資料ですけれども、結局、影響評価ガイドを参照して、対象8000円の特定、まあ、固定源、可動源を特定するんだけれども、実際にはその8000円はなかった。で、そういうことがないから、発生源がそもそもないんだから、防護措置なんて取る必要はないんだ、ということを認定したわけですね。で、ところが実際には、女川で、その人工分離槽というところで、硫化水素が発生して、で、そこから、まあ、実際人が被害を被ったわけですけども、それを全然、評価反映してないわけですね。で、そういう、まあ、おかしさ。結局、7.12の事故っていうのは、敷地内、結局1号機の、人工分離槽ですけれども、その敷地内に硫化水素の発生源、放出源があったという事故なわけですけれども、ところがその事故を無視して、装置、発生源はないから、対象、の発生源はないから、警報設置とかもしなくていいんだと。で、規制も合格させた。じゃあ、そういうふうに、まあ、両者とも参照したのは、その毒ガイドというものですけれども、それが実際どういう対応で、どういう意味を持つのか。だから、まあ、その中では、そのガイドが実際は不備があるんですけれども、それを徹底的に活用して、東北電力は、詭弁を講じてるんですね。それで、対象発生源がないから、防護措置、装置の設置とかはいらない。で、硫化水素、まあ、万が一出た場合は、予期せぬ毒ガスで十分に対応できるんだというふうに言ってるわけです。で、そのガイドですけれども、これは平成29年に策定されて、それで実際、バックフィットを各電力会社が行うようになってますけれども、まずこのガイドというのは、そもそも、その有毒ガス防護の妥当性を審査官が判断するための考え方の一例を示すもの、考え方の一例、こういう場合に、の有毒ガスに対してはどうしたらいいかっていう一般的な考え方ですね。で、その中では、先ほどの可動源、タンクローリーとかの動くもの、まあ、輸送容器に保管されている有毒化学物質のことを、このガイドは可動源と定義しています。硫化水素を発生させるものが、保管されている化学物質、この化学物質そのものだというふうになってるんですね。固定源も同じように、固定されている貯蔵タンクとかに入っている有毒化学物質、それを固定源というふうに言ってますけれども、そもそもガスの発生源というのは、まあ、固定源の場合で言うと、有毒ガスを発生させる恐れのある施設。もうそれを固定源と、施設が発生源だ。施設が固定源か、もしくはそのタンクローリーとかが可動源かというふうにしちゃえばいいのに、この化学物質のことは固定源、可動源というふうに定義してるんですね。ここは私、ちょっと本当に日本語的にも読んでて、まあ、理解ができないっていうか、なんでそういうふうなのかなと思うんですけれども。まあ、そこは役人の判断なんでしょうけれども。で、これを女川の場合に、まあ、先ほどの、ランドリー廃棄の処理に硫酸アルミニウムを使って、まあ、後で説明しますけれども。で、そういう化学物質を使っていて、で、その場合に、まあ、発生するいろんな化学物質から発生する有毒ガスについて、まあ、一応検討はしているわけです。ここでは、その
化学物質と、その周囲にある化学物質との反応、化学反応だけを見てるわけですね。例えば酸とアルカリを混ぜれば、熱が出て、中和されるとか、そんな感じの化学反応に注目しての判断。で、まあ、今回の硫化水素っていうのは、微生物が生み出したものです。で、微生物がこの硫酸アルギンなどからこう発生させたのが硫化水素ですけども、そういうのは一切考慮してないですね。で、そのガイドの規定です。これ。で、ガイドの流れ、本来、本当であれば、その硫化水素を流出させた時に5分離層っていう固定源があるなというふうに評価すべきなんですね。で、そうすると、その、じゃあ、その硫化水素を発生した時に5分離層から、まあ、直接流出したり、もしくは、大気筒から放出されたりした場合、ちゃんとそういうスクリーニング評価をしなさいというふうになるべきなんですね。で、スクリーニングの結果、対象発生源が、まあ、あると。まあ、地域5分離層があるわけですから、そういう発生源があるとなったらば、この影響評価をしなさい。この影響評価、こちらの上のこのスクリーニングはあくまでも絞り込むためだけの評価ですから、詳しい評価は行っていません。で、ここの影響評価で実際にきちんとどのくらいの濃度になるかとかっていう影響評価をするわけですね。で、その結果、対象発生源がある場合に、まあ、実際にどのくらいの影響があるかを判断して、で、その結果、検出装置とか警報装置が欲しいくらいの濃度になるのか、影響評価で出るのか、それとも、まあ、影響評価で問題ないと出れば、確かにこの検出警報装置はいらなくなるわけですけども、これはそういうふうな感じのここで判断すべきものなのに、そうではないわけですね。で、これが私が一番問題にしている東北電力の詭弁なんですけれども、ちょっと見づらいですけど、硫化水素が発生する、それは、まあ、当然認めざるを得ない事実ですから、ですから硫化水素は発生するんですが、その人工分離層というのは、硫化水素を貯蔵する設備ではない。その上を見ると、一時的に貯留する設備と書いてあるんですけども、ここの微妙なところが一番の重要なポイントなわけですね。一時的に貯留する設備ではあるけれども、貯留する設備ではない。で、有毒ガスの発生源っていう言葉。ですから言葉がいろいろあるわけですね。固定源っていう言葉と、この有毒ガスの発生源って言葉は別扱いになっている。で、その有毒ガスの発生源っていうのは、まあそういう発生源だった当該タンク、人工分離層っていうのは、まあここもまた、一時的に貯留する設備ではあるけども、硫化水素を保管する設備ではない。だから、固定源として抽出する保管施設には該当しないと。一時的に貯蔵するんだけ、貯蔵しておく、溜まってるんだけれども、硫化水素を保管する設備ではないから、固定源という定義には該当しない。これがもう最大の東北電力の言い方。で、あくまでもそれはガイドを参照した結果ですよと。ガイドを参照した結果、固定源として評価する、該当するっていうふうに判断しなくてもいいから、これでいいんだと。で、ここではあくまでもその固定源っていうのを先ほど言ったように保管されているもの。
保管されているところが、人工分離層は保管する設備ではないから閉まるんだということなわけですね。それでさっきの、流れですけれども、もう一番スタートの時点で固定源可動源の調査、その段階でもう固定源ではないんだ、進行分離層は固定源でないんだ、そうするとスクリーニングもしなくていいし、影響評価もしなくていいし、もう自動的に、あとはその予期せず発生するガスとして対策を講じればいいんですよ。というふうに、もうここを全部吹っ飛ばして、もうこっちに来てます。だから、東北電力は簡単に申請ができたんですね。では、その審査ガイド、先ほどの、有毒ガスの影響評価ガイド、というのはどういう位置づけか。これはあくまでもその審査官が参照するために、その方法の例を示した手引き、適合性を確認する方法の例を示した手引きであると。で、審査ガイドは規則や規制の解釈、規則とか解釈のように規制要求を示すものではない、要するに法的な中身というか、そういうものではないんですね。で、あくまでも、どういう内容を確認するかっていう項目を簡潔に記載する程度にとどめたものだけです。で、それによって審査の予見性を与える。東北電力とか事業者が、こういう中身、どういう中身で審査すればいいかっていう予見性を与える一つの、目安にはなるよと。ところが、それを東北電力は見事に、その詭弁をひねくり出すために手引きを活用してるわけですね。一番いいと思うんですね。で、審査にあたっては、審査官はですね、審査官はその自らの科学的、技術的、合理的判断によって審査しなさい。あくまでもこれはガイドな手引きでしかないんだから、あと自分の知識に基づいていろいろ考えなさいよというふうに、この審査ガイドの位置づけでは言ってるわけですね。これが実際の東北電力も規制委員会も、もう丸伸びというか、もうガイドにそういうふうに書かれてるから固定源ではないというふうな感じで、もうすべてガイドに任せきりで判断したわけです。で、そういうふうな、機弁、東北電力の機弁と、から規制庁、規制委員会の、判断ですね。これはすべてガイドをもう絶対視したからなんです。ですから、そのためには、私はその全部やり直せということが必要だというふうに思ってるんですけれども。で、その、ガイドの不備、そのガイドの絶対値に対して、その不備を明らかにしたのが 7.12 の事故だと思っています。ですから、そこからいかにこう教訓を読み取るか、それが大事になってきます。で、この後、東北電力は、それを隠すためにいろんな説明をしています。で、この間、自治体から開示された文書とかを見ると、その東北電力の説明がおかしいなということが分かる事実がいくつか出てきましたので、それを具体的に見ていきます。で、これは東北電力が、報告書というか、規制委にこういうふうに 7.12 の事故は起こりましたという説明をしているんですけれども、これはそれの説明している中身はもう本当に虚偽だらけなんですね。
で、これも、まあ、同じようなんですけれども、まあ、ここはあと、文章、資料にもありますので、見ていただければ、実際にここの中で、あと、見ていきます。で、まずこちら、結局、まあ、2号機の方に流出したっていうのは、廃棄しきれなかった硫化水素っていうのが、タンク内、まあ、2号機建屋に流出したというふうに言ってるんですね。で、その元っていうのは、スラチに蓄積していた多量の硫化水素がタンク内にブワーッと出てきた。だから、廃棄しきれなくて、逆流しちゃったというふうに言ってるわけです。じゃあ、その時にどのくらいの空気を注入したのか、からどのくらい廃棄したのか。で、じゃあ流出したのは一体どのくらいか。で、そういうものを、まあ本来は東北電力説明する必要があるわけですね。で、まあそれがおかしいと分かったのが、自治体の入手した情報。それを情報公開で入手したんですけれども、その結果、まあ、当然、自治体の職員の方も、そういうふうに硫化水素が逆流したというふうになると、じゃあ、どのくらい廃棄をしてたんですか？で、今回、じゃあ、硫化水素がどのくらいもう出たんですか？というようなことを質問したわけですね、電力。で、電力の答え、まあ、これは、その自治体職員の方のメモだと思われますけれども、タンクの設計値は、700立方メートルパワー。で、空気拡散。これは空気の注入量ですけれども、434立方メートルパワー。で、硫化水素の方は3年前から出てたわけですけど、量は不明だ。まあ、そういうふうな説明が東北電力から自治体職員になられたわけですね。で、それはこの、まあ、実際、これは女川町のやつですけれども、女川から開示された書類の、まあ、ここの部分が、その抜粋した部分になるんですけれども、まあ、そういうふうにちょこっとだけ書いてあり。それで、まあ、実際にどういう作業をしたかというと、6月以前、まあ、事故が起こる前っていうのは、空気供給圧力0.7、まあ、大体7気圧で30分抜気するというふうなことを行っていた。で、それがこれに対応するわけですね、空気拡散はこのように行ってました。で、事故が起こった7月12日っていうのは、空気の圧力を1.4ですから14気圧、2倍にしてたわけですね。で、そうすると、空気の注入圧っていうのは、空気の注入量に置き換えればいいんで、要するに2倍の空気を注入したということになります。で、通常時は700の排気に対、排気量に対して、空気の方は434を注入してる。ですから、まあ、バランスを考えれば当然、すべて排気可能なわけですね。これが事故時は、空気の圧力、注入量を2倍。これが868。で、700に対して868の空気を入れれば、当然、排気しきれないわけですね。単純に考えて、700しか排気できないって言ってるのに、868を注入した。だから、もう換気不能であることは明らかなわけですね。それが、もう単純な事故の原因です。で、まあ、通常時は、まあ、空気注入量。これちょっと30分間になってますから、数字が、さっきのパワーの半分ですけども、まあ、例えば217の空気を、人工分離槽に注入する。で、当然出てくるのは、その270、あ、217ですから、排気するのは
350まで廃棄できますから、全部当然廃棄できます。で、東北電力は事故時に単純に2倍の空気を注入しました。それは434、これは350プラス84ですけれども、その廃棄可能な空気の分量で、ここにおまけが出てくるわけですよね。この分が廃棄できなくて、まあ、2号機に逆流して、まあ、今回の事故が起こったというふうに考えられるわけです。これは本当に空気だけのバランスですから、例えばスラジから硫化水素が、全く発生しなかった場合でも、当然換気不足というのが出てくるわけです。逆流は必ず生じるわけですね。ですから硫化水素が大量に出たから廃棄しきれなかったっていう説明は本当に全くの嘘なわけですね。で、逆に今回はその2号機に流出したわけですけれども、もし2号機に行かなければ、じゃあ1号機のどこかに行ったというふうに考えられるわけですね。また今回たまたま2号機に行っただけで、もう管理不能分があることはあるわけですから、これが絶対どこかに行かなきゃないわけです。で、結局は434を空気を注入して廃棄できるのが350で、残りの84は2号機に行っちゃったというのが今回の事実なわけですね。もう単純に空気注入量だけを増やして、こっちを全然触ってなかった、そういう単純ミスです。で、ここで廃棄しきれなかったというのは、この多量の硫化水素が出たからだという説明、これも嘘っぱちなわけですね。そんなのなくたって廃棄しきれないわけです。で、今回はここ1号機と2号機をつなぐここに隔離弁がありますけれども、この隔離弁で、空いてたから、今回は2号機に逆流して漏斎が起こったわけですけれども、もしここが閉じてれば、上に行けませんから、とここの1号機の方で排気なんとかなるわけですね。そういう問題があるのに、全然東北電力は解明しようともしません。で、この流れを見ると、ここにラインがランドリードレーンの処理系配管という配管でつながっていると、配管でつながっているなら、そっちに行ったっておかしくないというふうに普通は考えるわけですね。で、これは7月15日、ですから事故が7月12日ですけれども、直後の自治体の資料です。自治体に東北電力が出した資料です。で、硫化水素の経路ということで、2号機に行って、漏斎になりましたよと。このとこに矢印がちゃんと書いてあるわけですよね。ランドリードレンタンから、配管がつながってる領収沈殿所の方にも行った可能性があるんじゃないかという、これは事故直後にそういう図を公表してるわけです。このさっきの図にはなかったです。で、これは、オーバーフロー配管という機体とかを出す配管と、から実際に、処理の処理水、液体を流す配管、それは多分、つながり方が多分違ってるとは思うんですけれども、そのものを全然明確に出してこないんですね。東北電力は説明しようとしません。ですから、どういうふうな配管の接続になっているのかというのをきちんと公表すれば、真相が分かるわけですけどね。で、これは洗濯排液の処理の概要ということで、1号機の洗濯排液とかがこういって、で、今回事故を起こした沈降分離槽につながる。
で、2号機の方も手洗い水とかね、そういうのがやっぱりここに来て、まあ、同じルートで新興ブリッジに入ってで、これは東北電力が散々、先ほどまで使ってる図ですけれども、新興ブリッジを持って、オーバーフロー配管を通して、こう逆流していきましたという説明図ですけれども。よいしょ。まあ、このランドビドレンタンクっていうのを、これから2号機に逆流していったわけですけれども、それはここのタンクで、新興分離層っていうのは、ここです。あ、凝集沈殿層っていうのはここです。と、本来のその洗濯排気とかとはこういう流れでいくわけですね。液体としては。で、このこっちは、まあ、オーバーフロー配管ということで、順番が変わってるのかもしれませんけれども、その順番がおかしいわけですよね。ですから、まあ、その辺、まあ、何が正しいかは、まあ、電力がデータ出せばすぐにわかる話です。まあ、そういう根拠をきちんと、まあ、示して、まあ、これで説明するなら説明するでいいんですけれども、ちゃんとオーバーフロー配管だけはこっちにつながってるからとかっていう、なんか理由が欲しいわけですね。時間が。で、説明の2として、先ほど言ったように、このスラッジから大量の硫化水素が出たから、だから排気しきれなかったっていう言い訳をしてるわけです。で、空気を、まあ、このくらい注入したのにと。で、ところが実際には、じゃあタンクからどのくらい、多量の硫化水素が出たんですかという。それを東北電力はその量が分かりませんという答えしかしてないわけですよね。で、これは硫化水素の、危険な濃度ということですけれども、まあ、これを見ると健康被害を与える濃度というのは、まあ、20から350で700になってしまうと、ここちょっと見づらくなってますけれども、死亡という致死濃度になります。で、ただここで単位が PPM っていう単位ですけれども、これは100万分の1の濃度を表しています。このくらいの濃度で健康被害が生じたり、あるいは死に至ったりってことがするものが硫化水素なわけですね。で、これは東海大2の場合ですけれども、東海大2はたまたま敷地外に設備があって、硫化水素を、貯留している設備がたまたま敷地外にあります。だから、東海大ではその評価をする必要があった。それで、まあ、5PEM っていうのを、まあ、有毒物の防護の判断基準値にしましょうというふうにしています。ですから、お腹にも本来はこれでやるべきなんですね。まあ、その理由としては、まあ、5PPM っていう、論文があるからだと。で、これは一応、今回注入したは量434立方メートルの、まあ、空気をこれだとすると、で、今回はその7名全員が中毒症状、まあ逆に言えば、亡くなった方はいらっしゃいませんでしたから、まあそういう面では、まあ 100ppm とか、そういうレベルのものが流出したというふうに推定できるわけです。で、さっきのこの大きな四角、これ 50×50 のマス目ですけれども、その一つが大体 400ppm に値するようなものになるんですね。で、これで400ですから、その4分の1が大体1万分の1の 100ppm。要するに、このくらいの空気に対して、このくらいの硫化水素が含まれていれば、それで健康被害をもたらすようなものなんだ。と、まあ、その空気に対しての1万分の1の濃度ですから、まあ、単純計算すれば、
1万分の1で43.4、まあ、43リットルとかっていうふうな数字にしかならないわけですよね。で、東北電力が硫化水素、硫化水素っていうふうに言ってますけれども、本来はこういうふうに空気、大量の注入、バッテリー、使った空気の中に硫化水素が紛れ込んで、それで、まあ、事故が起こるわけですけれども、そういう PPM っていうのレベルを全然認識してないと思われるんですね。もう硫化水素っていう、純粋なガスというか、そういうイメージしか電力は扱ってません。で、先ほどの、あ、これはざっと見てもらえばいいんですけれども、まあ、もともと人工分離層で硫化水素がある程度は決まってます。で、それがバッキによって追い出されるというか。で、あとはこの液体部分、ここにも硫化水素を溶けてますんで、それがバッキによって出てくるわけですね。液層部からその基層部に移行します。で、この以降はちょっとざーっと見てもらえばいいんですけども、詳しくは前になりすなに書いてますんで、そういう結果から何が言えるか。と空気を、まあ、434立方メートル入れてやると、その時に 100ppm っていう排気になるのは、まあ、大体、もともとの基礎部の硫化水素濃度が 250ppm 程度の時には、廃棄されたものが希釈されて、結局、100ppm 程度のガスが、流出しちゃう。で、ここで見てほしいのは、ここの数字ですね。まあ、これは、ある程度、この方程式解くと、結局39リッターの硫化水素しか発生しない。で、空気は、まあ、43万4000リットル注入してるわけです。まあ、100分の1ですよね。1万分の1です。結局、このくらいの空気注入に対して、まあ、罰記されて空気と一緒に出た硫化水素は、まあ、単純計算の43とか39とか、そういう、程度でしかないわけです。ですからこんなふうにもう液体の中にも硫化水素が満ちてて、基礎部にも硫化水素がたっぷりあって、それで換気口径にも硫化水素がたっぷりいって、で、2号機にもたっぷりいった。そんなことは絶対ありえないんです。まあ、たかだかこのレベルのものしか発生してません。で、次は、まあ、同じように、じゃあなぜその電力は大量の硫化水素が発生したというふうに考えたかというと、前回、まあ、7月の早い段階で実施した空気攪拌作業で、新しい、まあ、空気の道ができて、そこから硫化水素がボンボンと出てきたというふうに説明してるわけですね。で、まあ、その時には空気、高圧注入、まあ、どのくらいされたかということですけども、あともう一つは、じゃあそういうふうにこのスラッジっていうものが固結して硫化水素という気体とかをこう閉じ込めるようなことができるのかどうか。それは私は全然できないと思ってますけれども、そういう前提のもとでのこの話になります。で、作業の前、事故の前の7月6日。で、この7月6日は瞬間的に高い圧力で空気がポンと入った。で、それでスラッジがほぐれて空気の通路ができたんだ。それまではできてなかったのに、この7月6日にできましたと。で、それに対して12日。は、その7月6日にできた流量、そこにまあ、スラッジに蓄積していた硫化水素がその道を通ってたくさん12日にできましたというふうに
説明してるわけですね。いや、本当にそんなこともあるのか。で、これは業種沈殿の、それについて、ちょっと業種代は違いますけれども、本来、そういう濁り成分とかっていうのは、お互いに反発し合って沈殿しにくいです。ここに凝集剤を添加すると、そのプラスマイナスがうまく添加を中和して、で、それでこうくっついていくんですね、いろいろ。これはここ、この図でも模式図ですけれども、要するに隙間だらけなわけです。こういう隙間には、当然水が取り囲んでますから、で、そういう水があって、気体っていうのはもうこんな隙間に閉じ込められるわけがないんですね。で、これも模式図ですけれども、例えばこういうふうにきっちりと球状の粒が沈殿してるとします。けど、再生充填って言って、例えばパチンコ玉とかビー玉をきっちり詰め込む空間に詰め込もうとしても必ず隙間があるんですね。じゃあその隙間は何かというと水で。だからそこにその気体があればそこの隙間を通っていきますんで気体を封じ込めることなんてできるわけないんですね。でこういうふうに気体があれば隙間をヒュッと通って上に自由に行きます。で、自分でここをわざわざバシッと押し開いてとかってはいかないわけですよね。で、電力はそういうふうになぜ気体を封じ込めてたかっていう説明一切ありません。で、7月5日は空気注入が10分、30、あ、20分っていうふうに、ちょっと、いつもの、空気圧力よりも高く、になってますけれども、その時には、そのくらいの、普通の倍ぐらいの空気が入ってます。けど、それでは、一部でしかなかった。で、6日には、その供給圧力、これは70気圧ですけれども、通常時の、これは瞬間的なやつで、ここには書いてませんけれども、実際70気圧が一気に注入された。それは本当に3秒後に停止しています。70気圧っていう大きな圧力ですけれども、3秒間、たった3秒間で、ではその決定的な流路形成がされたというふうに言ってるわけですよね。それはちょっとおかしいでしょうと。で、7月5日には、2回に分けて、その10気圧と14気圧で、空気が注入された。で、この2回目の、7月5日の後半部分では、ちょっと収支が合わない部分はあるんですけれども、それはちょっと置いといて。で、7月6日の3秒間に注入した空気の量というのは、トータルでこのくらい、こちらの量に比べて、全然少量ですよね。それを人工分離層に注入して、その結果、廃棄されることになるわけですけども、この3秒間の高圧注入で、それがこう、スラッジに新しい流路を作るなんてことは、現実的にやっぱりおかしいと思うわけですね。でも電力ならば、いや、これは70気圧もあった高圧、その高圧だから、そのスラジをほぐすことができたんだというふうに言うかもしれない。で、ランドリーゾネタンクっていうのは、ここ、廃棄物処理建屋で10メーターの高さがあり、その中にタンクが収まっています。ですから、タンク本体は6、7メーターかなと。で、ここはちょっと訂正ある、すいません。ここの数字、機械的に1、2、3、4で、だらーっとやったのを示してしまったんですけれども、実際には水深によって、1.1から1.5の気圧、水に。
ですが、この赤の部分もちょっと数字変わってきます。で、今、3秒間70気圧で、体積1っていう気泡が、注入されたら、じゃあどうなるんだろうか。で、そうすると、ちょっとここの底面、ここは1.5気圧しかありませんから、その70気圧の気体っていうのは、体積で47倍、半径は3.6倍ぐらいにふっと膨らみます。で、自己時は14気圧でやりますので、ここは気体の体積を同じようにするために、これと同じ量の、空気ですけれども、その14気圧の場合も、ピッというふうに体積が膨張します。瞬間的に膨張します。で、膨張した後はふわふわふわ。で、水面付近では大体、この最初の体積の、70倍、半径は4.1倍ぐらいに膨らみます。これはいいや。で、こういうふうに、高圧の空気が、プッと、そのタンク内に注入されたとします。それは、周りの空、あの、水を押し分けて、膨張するわけですね。で、シュッと、泡が上に上がっていくわけです。で、その時に、浮力で上がっていき。それはあくまでも、この内外の圧力が釣り合うように膨張していく。で、気体というのは、その形を自由に変えるというのが、大きな性質ですけれども、そういうものが果たして本当にスラッジをこう壊すことができるのか。で、物が壊れるというのは、ある程度こうがっちりしたものなら壊れますけれども、その、ペラペラしてるものとかっていうのを壊そうとしたってダメなわけですね。ペラペラしてるものっていうのは、もうそのペラペラによってこう、自ら離れたり崩れたりします。そういうスラッジが枯結して、その気体によって亀裂が伝播するなんてことは、そもそもよっぽどガチッとスラッジが枯結してない限りありえないんですね。じゃあ、例えば、ここでちょっと注入された70気圧の気体が、そのままヒューッとどっか上の方まで上がっていって、そこで急に、ポンとなるかっていうと、そんなことはありえないわけですね。もうここの段階で膨張します。そんな、この形のままピューッと上にまで中に圧力を持ったまま上がるってことは絶対ありえないですね。で、そういう気体の性質に反しているのが電力の説明です。で、それに関連して、ここは高圧空気、大量に、バブルを注入した場合どうなるかっていうと、結局はその泡っていうのは、浮力によって攪拌する力はありますけれども、そういうこう攪拌して混合するだけであって、その物を壊したり、固形物を壊したり、そういう効果っていうのは全然ないわけですね。もう注入された段階で、幅が一回膨張しきってますから、それ以上何かをするってことはないんです。あとは今後、拡散するときには、その対流によって、力はある程度出ますけれども、その程度じゃ、凍結したスラッジをバーンと壊すってことはありえないんですね。で、硫化水素が温帯から下に行ったとかっていうふうな、説明。私もちょうど一番最初はそういう可能性も考えたんですけども、実際にはそうじゃないわけです。これも先ほどの、空気に対して、硫化水素はこのぐらいしか含まれていません。そうすると、その比重は確かに硫化水素、重たいです。ところが、このくらいの混合気体の場合の硫化水素の比重っていうのは、ほとんどもう1に近いわけですよね。で、そんなものが、その比重差で2回から1回に満ちたとか、そんなことはありえないわけです。
あ、これはちょっと省略します。これはまたちょっと表現が違うやつですけれども、タンクがここの下にある。で、中央制御室の、はこっちの上の方にあるから。で、硫化水素は空気よりも比重が重くて、上にはいかないっていうふうな説明を堂々としてるわけですけれども、そんなことはないわけですね。そんな比重で上に行ったり、沈んだりってことは、そもそもするようなレベルの、比重差はありません。で、それを、ただ、規制委員会も、全部そのまま認めてるわけですね。これは規制委員会の面談資料ですけれども、それによって、あと6月1日に許可を与えたわけですけれども、おかしいんですね。で、これは先ほども、まあ、単純に、収支で考えれば、400と860、700と868では違う。で、二酸化炭素も同じように、今後期待を考えれば、比重っていうのは、こんな違いはありません。まあ、酸素も同じです。比重の違いで、どっかに溜まったり、そんなことはないわけですね。ですから、そういうと、硫化水素っていうことで、東部電力言ってますけれども、今後期待であるっていう認識は本当にないんじゃないかと。説明文を読んでも、どこにもそういう認識がないんじゃないか。しかも PPM っていうレベルですからね。というのがなくて、変な説明をしてるんだと思う。で、ここはちょっと省略しますかね。できない。東部電力はこれまでその事故の日は流出しましたけれども、事故以外に、県外に硫化水素が出たことはありませんよ。で、7.12の事故は14時30分に硫化水素を逆流したわけですけれども、それ、以前には逆流なんて1回もありませんよとやってるんですが、これは自治体から、自治体に対して電力が説明した資料。で、ここに7月12日14時20分ごろ、50ppm が、南米の沈降分離層とか、ブレンダンク周辺で測定されました。同じく14時20分ごろ、5ppm が、この外側で測定されました。10時20分です。事故は14時30分です。で、結局、その14時30分ごろに初めて、その異常の通報があったんですけれども、その前の14時20分にデータがあるわけですよね。なんでそんなことが起こるのか。異常を感じてないのに、もう14時20分に測定してるわけです。それはよくわかりません。で、1号機の廃棄物処理建屋を立ち入り禁止にした後で、今度は1号機の制御建屋も換気をしている。廃棄物処理建屋だけじゃなくて、処理建屋、制御建屋の方も換気を開始している。この制御建屋っていうのは、1号機の洗濯室っていうのはあるところですけれども、そこの換気も始めてるんですね。ということは、この洗濯室での逆流の可能性もやっぱり、東北電力は考えてたんじゃないか。現場は少なくとも現場は考えてたんじゃないかというふうに思われるわけです。で、あとは、2号機の女性用更衣室での換気、実際にはここで事故を起こったわけですけれども、それを始めたのは7時44分です。もう事故から5時、あ、あの、14から9で5時間以上ですね、経ってからなわけですね。で、ここは、まあ、まとめた元になります。で、そういう虚偽説明に基づいて、まあ、電力も申請して、規制も合格させた。で、じゃあ、実際に東北電力が言う再発防止は、それで、今後は絶対じゃあ流出は起こらないのか、ということになりますけれども。で、これは規制委員会への説明。まあ、規制委員会のコメントで、今回事故が起こったんじゃないか、それを踏まえて、どうしたんですか、で、東北電力の回答。その硫化水素の流出事象を踏まえて、
まあ、妥当、もう大丈夫だということを回答している。で、それは再発防止策によって、当該事象は発生しない。で、当該タイプ、地域分離層は固定源として取り扱う必要はない。というふうに言ってるわけですね。で、そういうふうに、そのガイドは固定源という定義に該当しないから、あとはもう単に予期せず発生する有毒、有毒ガス防護でいいんですよ、と。で、これは事故後に東北電力が示した対策防止対策。ただ、これは石巻の6所に対して、合計7つの理由で再発防止できますというふうに説明しています。で、まあ、1号機側でこういう対策を取りました。まあ、2号機側ではこういう対策を取りました。ね、でこれは規制に向けての再発防止策の説明ですけど、1、2、3、4、5で止まってます。これも1号機側でこういうふうに防止策を講じました。で、その規制に対しては、この6種に対して示した6、7っていうのは全く書かれてません。で、結局、ここの隔離弁を閉めれば、こっちに行かないから何もしなくてもいいですよというふうに規制に対しては説明したいわけですよね。もうこの対策だけで万全なんだ。だからこっちには行きませんよ。だから6も7も不要です。で、下手に7っていうのは、濃度計を、まあ、設置したっていうものですけれども、ここにもう濃度計設置してるならば、やっぱり万が一に備えて設置してもいいんじゃないですかというふうに指摘される可能性もあるわけですね。ここはそれはここに書かれてません。で、その再発防止対策の、まあ、ある程度、まあ、1、2、3、あ、1、2とあるんですけれども、まずはスラッジの貯留量を、まあ、50リューブ以下にするというのは量を減らすと。けど、それは全然科学根拠がないわけですね。50以下で硫化水素が発生しないことはあり得ません。で、硫化水素濃度の結果によって、そのバッチのシートを変えてきますよ。まあ、どう変えるかっていう具体的なことは書いてません。要するに、まともに行き当たりばったりで、ちょっと足りなそうだったらば増やすか、的な、そういう発想なわけです。その根拠がないわけですよね。漠然とただ見直しますよと。で、これは、その事故の次の年の5月、22年の5月の東北電力の報告ですけれども、結局、22年の5月の段階で、その事象発生以降も、硫化水素は継続的に発生してますと言ってるわけです。これはもう、その去年、その21年の12月16の申請の時には、硫化水素が発生してるはずなのに、何もいりませんというふうな申請をしているわけですね。で、汚泥量、あ、で、タンクの中の硫化水素濃度も、その3月でようやく 0ppm になりました。で、その後はどうなってるかは分かりません。で、本当にそのタンクのスラッジが全部なくなってます。だからタンク内の硫化水素濃度が 0ppm です。そうであれば、初めても固定源、硫化水素を発生する心配がないから、まあ、それでいいんですけれども、そういう証明が一切なされてます。で、この時に少量ずつ空気を注入した。一気に爆気して、ゼロにすればいいのに、少量ずつ注入したっていうのは、なんか問題があるんじゃないかっていう、東北電力も認識してるわけですね。まあ、これはちょっと省略するか。で、東北電力の再発防止策っていうのは、あくまでも、その2号機については、隔離弁を止めてしまえば、あとはも
絶対2号機には行きませんよという、そういう対策です。ところが、隔離弁というのは、その突然、途中で、開いたりとですね、そういうふうな機械的な不具合が発生したり、もしくは隔離弁を閉じていない状態、通常時の運転中に、空気の注入する装置が作動するってこともあり得るわけです。そういう、こう、機械的な、誤作動とかが可能性があれば、逆流する可能性もあるわけですね。で、あとは、そういう再発防止策の一理で、発生が抑制されるという根拠も示されていません。で、電力の説明というのは、よく1号機と2号機の区別がつきづらい表現しているんですけれども、ここでは硫化水素が流入する恐れのある建屋への立ち入り規制をするから、問題はないんだというふうに言ってますけれども、1号機には行きませんというふうに言ってるのか、それとも2号機に行かないといっては、ちょっとここよく分かりません。で、面白いのは、換気系の排気量を増やすというのが対策としてあるわけですけれども、これは、その排気量不足っていうのが原因で事故が起きたからっていうのは、考えられるわけですけれども、電力が再発防止策でもう硫化水素は発生しませんよと、大量に発生しないならば、別に換気量を増やす必要ないですね。今までの通りの換気量で十分に排気できるはずですから、だったら、ここの部分はしなくても大丈夫ですってなるはずですけれども、そういうおかしな対応をしています。で、あとはその予期せず、発生する有毒ガスでいいんだというふうな姿勢なわけですね。ここではその予期せず発生する場合は、こういう防護具とかを整備すれば、それで防げますっていうふうにしてるわけですけれども、自給式呼吸器、防毒マスクみたいなやつですけども、そういうのを、匂いを、おかしいなって匂いを感じてから、じゃあ、みんなでつけようっていうふうに言って、果たして間に合うのか、その時にもうみんな吸い込んでたら大変なわけですよね。まあ、まとめを見ていただければ。で、このページ、ちょっとうちの最後の変更、追加があるんですけれども、そのおととい、使うおとといの規制委員の、資料で、セメント交換にするっていう変更申請のがあったんですけれども、それによって、その1、2号機関で、今まではセメント交換装置は強要してたんですね。それを強要をやめますというふうに申請してます。ですから、今回の段階の段3区、処理系の強要を改装して、接続配管を撤去すれば、それは絶対2号機にはいかないわけですよね。隔離弁が閉じる閉じないっていう問題は一切生じない。それでもう2号機の安全性は確保できる。そういう対策すればできるはずなのに、やろうとしないんですね。で、結局、東北電力が規制委員に説明した内容、全部嘘です。で、本来の、有毒ガス防護というのは、そういう有毒ガスを含む物質が全部出た。ですから、この場合で言うと、進行分離層に硫化水素が含まれていれば、ここにある硫化水素が全部出た場合に、どう影響するか、例えば1号機の中だけで収まります、それとも収まらずにやっぱり2号機まで影響するか、そういうのは考えるべきなんですけれども。これは論書に説明したやつで、2号機側では一応万が一のためだったときでも、こういう対策がありますよと、こういう対策がありますよというふうに説明したわけですね。で、ここにその濃度計があると、その先ほど言ったように、
や、じゃあ、つければいいんじゃないのというふうに言われかねないわけですけれども、これはあくまでも労基署向けの報告書で、実際の規制に対してはここは書いてないわけですね。で、結局その人工分離層で硫化水素が発生する、その場合には、隔離弁に頼って2号機には行きませんじゃなくて、ちゃんとこの硫化水素がじゃあ漏洩した場合にどうなるかっていう安全確認は必要なわけですね。からもう一つ、この人工分離層で発生した硫化水素は、いや、廃棄しますから大丈夫です。廃棄量を増やすから大丈夫ですというふうに言ってるわけですけれども、じゃあこの換気空調計で、ここから硫化水素が出てきたらどこに行くのか。で、人工分離層はここの、洗濯排水の全処理の段階です。ここで業種沈殿させて、じゃあ人工分離させますんで、で、それの排気っていうのは、建屋の配置として、このルートで行くんですね。で、ここにフィルターついてます。でも、このフィルターというのはあくまでも放射性物質を除去するための、フィルター。だから、ここの監視装置は放射能を測定する装置。それが配置装置についてます。ですから、硫化水素に関しては何もされずに、ただ全量が放出される。で、人工分離層で発生した硫化水素は、換気空調系を通って、結局排気筒を通って、で、中央制御室、2号機の中央制御室に行く可能性は、ゼロではないわけですね。で、1号機の、排気筒っていうのは、1号機の廃棄物処理建屋から離れたところというか、まあ、近い方にあります。で、こっちは2号機の排気筒。で、ここから硫化水素が放出される可能性があって、で、2号機の中央制御室というのは、ここに外気の取り入れ口があるというふうに説明してるわけですね。で、これ、図8と上下逆になります。まあ、電力も何だするかわかりませんけれども、ここが1号機の排気筒で、こっちが2号機の排気筒と、2号機の制御室の外気取り入れ口はここになります。で、ここが1号機の排気筒。ここから無処理で放出された硫化水素って大体300メーターの距離で、中央制御室に到達します。まあ、同じにこっちは緊急時対策所にも同じような距離で行きます。で、これは、そういう拡散を評価するモデルですけども、まあ、そういう、東部電力も使っている方式で、まあ、こちらもちょっと試しに計算してみると、まあ、さっき言ったように、まあ、今は、事故時ではなくて、従前を考えますけれども、まあ、217、30分間でその空気が注入された場合どうなるか。そうすると、だいたい28リットルの硫化水素が出てきます。で、バッキングは、大体 142ppm 程度かなと。まあ、ですから、先ほど言ったように、人間にはやっぱり有害濃度ですね、健康被害を及ぼす濃度です。で、それが漏れた場合に、まあ、300メーター先で、そのくらいの142程度の、硫化水素が放出された場合、どうなるかっていうと、まあ、中央制御室はおそらく、簡単に0.11ppm となった。まあ、ですから、まあ、数値的にはかなり下がりますけれども、まあ、これは東海大学の評価と計算合わせてありましたので、まあ、ほぼそれでいいと思うんですけれども、まあ、今のその0.11、もしくはまあ、空気でバーッと押し出す、硫化水素を押し出しますから、バッキの初期には高濃度の硫化水素がブワッと出る可能性があるんですね。で、最終的に希釈されて、0.11になりますけれども、で、最初にブワッと初期、
に250の硫化水素が出た場合にはどうなるかっていうと、まあ、0.19程度かな。で、まあ、逆にその 5ppm というふうな値が測定されるっていうのはかなり高いようでないと、確かにそれは評価としては問題にならないんですね。でそういう、まあ、計算はあくまでも電力がきちんとやればいいわけです。で、0.11とか0.19とかっていうレベルは、やっぱり匂いを感知する程度の、やっぱり異常な姿勢っていうか、気づくような数字になるわけですね。おかしいぞと気づくような数字にはなるわけです。で、今のようなちょっと計算値はどうでもいいんですけれども、要するに警報装置、検知装置を設置しないままのサイトは、やっぱりおかしいんじゃないか。ちゃんと自分たちで影響評価して、今のような拡散評価して、で影響なしっていうふうに、まあ、結論が出れば、うん、だから装置はいらないんだというふうに言えばいいわけです。まあ、それで、まあ、この辺のデータっていうのは結局、電力は一切発表してないんですね。もう、硫化水素の濃度なんか測定してるっていうふうに自分たちで言ってます、地層について。まあ、そんなのは出せばいいわけですけども、いや、なんか出しません。まあ、情報公開でも、そのデータは、真っ暗。まあ、こんな、情報公開の資料とかっていうのは、まあ、こういうふうに、もうこれでコピーだけ取られるわけですけれども、このくらいのデータが、こういう形で公開されたわけですね。まあ、それを出せばいいだけの話なわけです。というところで、よいしょ。これで最後、いつもちょっと最後、まとめにちょっとやってるんですけれども、まあ、ショートコントを最後にやって、おしまいに。まだ。え、まだ？次もと。いや、その前にもうやっちゃおうと思って。ああ、そうそそう。うそう、そういう意図は。それで早めにという。じゃあ、まあ、ショートコント。お隣さんのエピ様という題で。はい、じゃあ、トントン。あ、そこだ。トントン。回覧板持ってきました。ありがとうございます。なんか焦げ臭い匂いしますよ。本当だ。今年のサンマ油が乗ってるのか、煙がすごく出るんですよね。換気扇を回してもダメで、部屋中に煙が充満して、目が痛くなるし、匂いが髪や服や壁側やソファーや。早く火を消したら、と。じゃあ、これでおしまいです。まあ、一応これで、大体意識、おしまいになりはい、ありがとうございました。まあ、難しいコントでしたけど。それで、ね、ちょっと長い、もう90分と非常に長時間になって、皆様お疲れだと思いますけども、一応、質疑応答の時間を取ります。で、わからないこと、何でもいいので、こんなことを聞いてもいいのかしらみたいな、そういうのもいいので、ぜひ質問をお願いしたいと思います。で、申し訳ないんですけど、ズームの関係で、質問ある方はここまで前に来てちょっと質問してほしいと思います。誰かいらっしゃいませんか？はい、どうぞ。前に来てくださいね。質問はですね、7ページ目の資料7ページ目で、資料7ページ。見るよ、顔見えない。いやいや、声が。あ、声が聞こえない。7ページ目のですね、タンクがありますよね。タンクの図のことでちょっと聞きたいんですけども、圧縮空気を注入するって書いてあって、その矢印ですね。それはなんか、パイプかなんかあって、そういうふうに
こう下の方に空気が行くっていうことなんですか、向こうの子宮っていうのは。これは別な空気の注入、コンプレッサーの方から来てる注入で、パイプを通して下に、で、高圧の空気を吹き出す。一応中にパイプが入ってるわけですそれか。は中に入れないとバックできませんと。ああ、そういうことか。自動に空気が行くわけじゃなくそれて、はこのパイプを通運し動て、しここて、でプクプクプクとやって、で、で、空そ気んのな気時温にが上がっさ、てくる。一応やっぱりそれで、なんか高圧という例になったから、だからそれでスラッキング壊れるのかなっていう意味があったけど、そういうことではない。だから前から壊れてますよね。そういうふうにこう壊れるっていうのはあくまでも、こことここのスラッジが、その例えば下と上のスラッジがつながってなければ、パチッといくわけないんですよね。もうここの段階でずりっとずれて動けばそれ以上力っていうのは伝播しませんから。そたういうだ、ふう要に、するに空気が入って、ただ、まあ、低くなってちょっる。と見てくるだけだということなんですね。その圧力ってのは全然ないんですか？ただ単にやっぱりそれ空気が。なんですか？いや、なんかこう、イメージだから、僕は操作されてるのか、そうだから、圧縮空気っていうか、なんか強い空気がバーンとこだう。からもう単純にこういう空気の気泡が注入されれば、このテープでプッと気体になって、このくらいの気泡に膨らんで、あとはただ、ふわーっと浮かんでいくだあ、けで浮すいよてくね。るだけ。じゃあ壊れるわけがないのかもしれないですね。で、ここで一瞬でもう、膨張しちゃったらば、あとはこれは普通の気体の空気ですから、ふわふわふわっと溜まっていくだけで。そんな圧力を最も上がる途中まで上がっていって、突然ボワッと上がって膨張することなんてありえないですね。あ、その、そういうことを言ってたわけですね。そうですよね。わかりました。それともう一つは、このスラッジっていうのはどこから入ってくる？それはもう、設その定さ業れ種るか。沈殿の、この洗濯排水をこの段取り、どれに集めて、で、ここで凝集剤とかを入れて、で、活性炭とかで洗剤成分とかを落とすんですね。で、その落としたやつの下に沈んでるやつをさらに集めるときで、沈降分離層にその下の部分を持っていくと。そので、集ここで凝まっ集た沈分殿。を蓋を開けて落とす。それは自動的に自動注入で。すれば。硫酸アルミニウムとかを、あと活性炭とかを自動的にやって、分解してやれば、凝集しますんで、で、それを沈殿するために、今回、どうやって移動するんですそれはもう自然流下で、か？自然流か。下にあ、落ちてく落る。ちてくる、これもバルブを開けば、あ、バルブでつながってるわそけです。れは2階に設置されて、こっちは地下の1階に設置されてああ、る。なるほど。まあ、動力で持ち上げてもいいんですけども、電気で、代節約で自然に落ちますから。それが、まあ、向こうの図では、だん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 溜まっていって、固まるみたいなことを言ってるわけまあ、その溜まるのはいいんですけれども、そういうふうに固まらないと私は言ってるんですね。ですね。要するに、ヘドロ状態っていうことなんですか？ヘドロみたいな。まさにそうです。もうふわふわ、もふもふの。動かしてるんじゃなくて、ヘドロ状態みたいなイメージで考えればいいんですか？もう凝集沈殿というのはそういうものですから。あくまでもそう活性炭が、まあ、持っている電荷でお互いに反発するんですね。で、この活性炭に潜在成分が吸着されて、ただそれでもお互いに反発しているから沈殿しない。そこで凝集剤、まあ、この場合は PAC という凝集剤を使ってますけれども、硫酸、アルミニウムとかを使ってやると、お互いに電荷を打ち消して、ね、こういうふうに塊になって沈殿。この状態では沈殿しにくいです。で、これで沈殿。硫化水素ってのはどこの反応で発生するんですここか？でこの加えた硫酸アルミニウム、この硫酸アルミニウムと、あとが洗濯排水ですから汗とか、そういう有機物をその硫酸塩還元細菌っていうのが使って食べるんですね。有機物を食べるときに、まあ、人間が使用するとしたものは腸に
硫化水素を出すと。結構な量がやっぱり発生するんですね。まあ、電力がデータ効果しないから分かんないですけども、ああ、その辺がデータ効果人か。をはい。中毒させるくらいは発生させるわけですね。はい、ありがとうございます。金金が発生させているということですね。うん、まあ、そうこでれ、す、そうです。前回もうん。説明がありました。13年、3年、最近。はい、でちなみに福島原発の汚染水にもそういう硫化水素が発生するんじゃないかという話も出てありますよね。まあ、ただ硫酸還元、最近は自然界に普通にいますからね、嫌気性って言っても、その空気をがない状態っていうのは、その土を何十センチも掘ればすぐ出てきますし、普通に自然界にいっぱいいるわけです。水田とかにもいますし、そういう、あと毒とかにもいますし。だから、その本当に硫酸塩還元細菌を抹殺するというか、そういうことは不可能なわけですね。ですから、どこから入ってきて、結局、その餌があれば、餌を食べて、硫化水素を出す。なんか汚染水タンクにでも発生している可能まあ、性きっと、どっかの段階、まあ、一番最初の、炉心から、冷却水を回収するか、循環させる過程で入り込むか、のタンクに移送するときに入り込むか、わかんないですけれども、どっかからは入り込みますよね。他に質問はありませんか？はい、はい、どうぞ。はい。かなり前提の質問になってしまってはい。申し訳ないんですが、前回の、第その2ということで、その1を見ていないので、ちょっとわからないところがあって、そもそも洗濯排水というのは、一体何をどのように洗濯して出てきた排水なのかっていうことを、改めて教えていただけないかなというふうに。もう本当に普通の、作業員が着てる、作業服とかです。なるほど。通常の作業員、原発で作業している人の。そうです、そうです、そうです。これはあくまでも制御建屋の中でですけれども、1号機の洗濯室ってありますけれども、これは1号機の、制御建屋の中に洗濯室っていうのがあるんですね。だから2号機の制御建屋にも、その手洗いの起こす場所があるわけですけども、そこの水が普通にこのタンクに行くわけです。で、そういう洗濯排水っていうのは、まあ当初は、無処理で海にポンとしてジャイアテルになったわけですけれども、それじゃまずいって言って、回収するような仕組みが後から作られるんですね。普通の本当に洗剤と、まあそういう汚れたものがたまる。ありがとうございます。ありがとうございます。他にもありませんか？この機会に。今日の話聞いてお分かりかと思いますが、この問題をここまで追及した人は日本で一人しかいないと思います。で、東北電力と電通系の説明が嘘だったということを、やっぱり暴露できる人はここしかいないので、非常に貴重なお話だと思いますので、ぜひこの機会に質問とかあればお願いしたいなと思います。はい、どうぞ。他電力会社でも同様の問題はあると思うんですけども、東北電力だけこういうことが起きたっていうのも、ちょっとこの2号機とか1号機の、いわゆる建屋の配置の問題とか、そういうことがあるんですか？そもそも本当に例えば柏崎とかでは、ここをその活性炭とか硫酸アルミニウム入れて沈殿させるっていう方式は取ってないんですよ。これは小名浜の場合には1号機、非常に古い段階で建ったもんですから、まあ、こんな方式でやってるわけですけども、普通はもう蒸発させて、蒸発させて処理してるので、
こういう静か排水とか、ここで、電車に地域を分離させて、蒸発濃縮させている、これが女川の場合ですけども、ここは電力はタンクに集めたら、もうポンと蒸発濃縮させちゃってるのは多いんですね。ただ、これはすぐに蒸発させると、経費がかかるっていうか、水を飛ばすために、時間も経費もかかるんで、こういう全処理を東北電力をやった。そのために、硫酸輸入とか硫酸管理の働きが問題になってきたという、ちょっと女川特有です。で、3号機ではこの公式は取ってませんから、やっぱり3号機でもこの問題は起こらないんですね。起こるのはやっぱり1号機と2号機で、今回の2号機がそれに該当する。もう一つですね、空気の注入ですね、なんで2倍も大きにやったのかっていうのが。もう、全く根拠なく、ただ、調子が悪かったから、では倍にしちゃえということで、もう単純に。ですね。もう最初は、7気圧ぐらいで通常時やってたのが、どうも、硫化水素が溜まってきてるぞと。じゃあ、もう少し空気を増やしてみようっていうんで、増やしてみて。で、あまり効果なかったから、で、7月6日には一瞬だけですけれども、ちょっと70気圧の注入があって。で、その後はやっぱりもう、12日には、じゃあ、この強い、1.4の、14気圧ですか？それで、やってみようという、ただそれだけの話です。倍にすれば、なんとかなるかな。どうもありがとうございます。そろそろ時間となりましたので、質問、どうしてもという方がいたらお願いしたいんですけど、よろしいですか。で、一つだけ、東海原発では硫化水素が発生するところもあるという。外部に敷地外に、そそういう、れは何敷地外の、やっぱり例えばプロパンガスの貯蔵タンクとか、硫酸の貯蔵タンクとかを、その産業のなんか届け出かなんかで調べるんですよ、敷地外。で、その時にたまたま、東海の場合には硫化水素を貯蔵するタンクがあったんですよ原ね。発とは関係なく。関係ない、普通の。だから逆に評価せざるを得なくてやってるんです。わかりました。じゃあ、そろそろ時間となりましたので、じゃあ、今日の学生会の石川さんの話、ここで終わらせてもらいました。ありがとうございました。皆さん、この間の河北新報の、全面一面報告、今日もあると思うんですが、皆さんご協力ありがとうございました。で、来年はいよいよ決戦の時というか、2月に安全対策工事が終わり、5月に、再稼働というふうなスケジュールが決まっています。で、全国からも、女川どうなってるんだという声が私の方に寄せられていて、まずは3月23日、この日に、江東台公園市民広場で3000人を集めて集会を行うということで、今、大体ほぼ決定なんですが、私たち宮城のグループと、あと東京の1000万人アクションの共催でやろうと思っております。で、ぜひこの集会を、顔切りというか、今年、来年、大きなものを作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、ご協力お願いします。今日の学習会これで終わります。お疲れ様でした。はい、どうぞ。